ヨガをやりだしたきっかけは、子どもの時からすごい体が弱くて、もうずっと病院に通ってたんですけど、ね、大人になっていくにつれて全然自分の体力に自信がなかったりとか、体にも自信がなくて、でヨガだったら私でもできるかもしれないと思ったのが、ホットヨガを初めて友達に誘われてやってみた時に、ゆっくり動くからすごく自分に合っていて、こう気持ちいいなっていうのをその時に感じて、であと先生がすごい素敵な方が多くて、あそんな風に自分もなってみたいなっていう憧れから最初はヨガに入ってきました。でまあいろいろこう腰痛とか熱がすごい出やすかったり、まあ、扁桃腺が大きかったりして、あとアレルギーもあったりしたんですけど、もうほぼ全てヨガをやりだしてから改善できて、こうやっていくうちにどんどんヨガにハマって、ヨガを一生続けて いけるなっていうのをすごい感じて、60歳になっても70歳になっても80歳になってもヨガを続けれるっていうのをすごい感じて、一番好きなスポーツというかヨガで一生付き合っていきたいなっていうふうに思いました。